偶然のバッティングで試合停止の場合、3ラウンドまでですと引き分け、それ以後は得点の多い方が勝者となります。今コミッショナー宣言が終わりました。リング上では関係者が両選手を激励しております。この両者の表情はどうですか？そうですね、さほどその緊張しているところはないですね、はい、パヨ選手も非常にこのリラックスしている感じを受けますね。小林さん、はい、渡辺の表情どうですか？うん、そうですね、終始にこやかでね、リング上がってきた時から非常に、ね、リラックスしてますよね、うん、あまりリラックスしすぎてね、気を抜かないようにやってほしいですけどもね。会見で自らチャンスを作り、今度こそはっきり KO で決着をつけたいと言いましたチャンピオンの渡辺です。前回は自分が勝ったと思った、 KO 宣言はできないが絶対に勝つ自信はあると語りました挑戦者の早尾です。ジャッジはイギリスのナンバーワンジャッジギブスさん、そして、世界戦62回目のベテランアメリカのカステラノさん、世界戦38回目のメキシコのグエラさん、この男子審判であります。そしてレフェリーは初来日アメリカのカーティスさん57歳であります。さあいよいよゴング間近となりました。原田さん、はい、この試合の見どころは何でしょう？そうですね、いかにですね、リラックスしてこれペース戦いだと思うんですよね、だからこの1ラウンドがですね非常に僕期待して見てるんですけども、うん、どっちか仕掛けていくかという感じなんですね、はい。さあ両選手がコーナーに分かれました。 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、渡辺とパヤオの再戦、いよいよゴングが鳴ります。ラウンド赤コーナーからチャンピオンの渡辺二郎、白いトランクスに二郎の縫い取りがあります、サウスポースタイル。一方青コーナーから挑戦者のパヤオ・プーンタラット、世界1位、今ちょっとフェイントをかけました。チャンピオンの渡辺がこれまで23戦して22勝15の KO 勝ち1敗、 KO 率が 65% であります。リングの中央両者ほとんど動きません。お互いにタイミングを図ってフェイントを掛け合っております。第1ラウンド、緊迫の第1ラウンドであります。パヤオ・プーンタラットはモントリオールオリンピック銅メダルのテクニシャン、プロ入り3年18戦16勝10 KO 2敗、 KO 率が 55% であります。小林さん、はい、なかなか緊迫したスタートですね。これでですね、ちょっとミスしたらそこからパンチが出るんじゃないかというような、はい、お互いにカウンター戦法みたいな感じですね。お互いに小さなミスも許されない試合です、はい、そうですね。前回と違いましてパヤオが第1ラウンドから積極的に、あっ、ストレート、渡辺、第1ラウンド今度は渡辺出た、第1ラウンド渡辺左のストレート、パヤオの大きな服が空振り、またまた緊迫の一瞬に戻りました。渡辺が仕掛けた第1ラウンド、お互いに素晴らしい勘とテクニックを持っております。よし、ワンツー、挑戦者パヤオのワンツーが当たりました。これを軽くブロックしました。チャンピオンの渡辺、お互いにまさに1センチあるいは数ミリという距離で戦っております。パヤオの速いワンツー、両選手ともにあまり足は使いません。今晩の再戦どうですか、原田さん、このスタート。1ラウンド、不気味な1ラウンドですね、はい、どちらが仕掛けるかとも楽しみにして見たんですけども、やはりあれですね、よく見てて間を打っていくカウンター戦法ですね、はい、お互いに足は使いませんが非常に緊迫しておりまして、特に、チャンピオンの渡辺二郎が右のリードブローをうまく使っているような感じがします。第1ラウンド、平素の渡辺に比べると右のストレートあるいはジャブがうまく出てるんじゃないですか。そうですね、で今日の渡辺の目はやっぱり鋭いですね、はい、今回は自分がチャンピオン、チャンピオンらしい試合をするというふうに言っておりました。自分は受けて立つ立場だとこういうふうに言っておりました。
自信を語っておりましたチャンピオンの渡辺二郎。ゆっくりと渡辺が右に回ります。ワンツーを打ちました。パヤオ、これをダッキングでかわしたチャンピオンの渡辺二郎。両者ともに第1ラウンド前回とは全く違うスタートになりました。渡辺の身の服空振り、パヤオがちょっとじれて前に出ましたが、第1ラウンド渡辺がオープニングヒットを放ちました。しかし原田さんの採点は10対10、小林さんは10対9で渡辺のワンポイント取っております。このリーチの6センチの差というのがですね、これは両手を開いてのリーチでありますが、腕だけの長さを実は測ってもらいましたらば、左が早尾が5センチ、右が6センチですね。早尾の方が長いんですね。こういったリーチの差というのはどうでしょう。やっぱりやりにくいと思いますね。やはりジャブを突かれますとね、はい、大変それをこむって入っていかなきゃいけないんですけど、中に入れば打てると思いますけどね、やっぱり中間距離で離れて打ち合いした場合にはやはり早尾の方のが僕は有利だと思いますね。今晩のタイトルマッチは挑戦者のパヤオがおそらく渡辺以上に渡辺をですね、工夫して日本にやってきていると思いますけれども、小林さん、はい、ちょっとパヤオのスタートが前回と違いますが、これは作戦でしょうか。そうですね、渡辺君がですね、チャンピオンがですね、意外と打ってくるのでね、はい、まあ親っていう感じでしょうね。グレンのストレート、渡辺、第一ラウンドは渡辺が今夜は仕掛けました。ちょっとパヤオの方が受け身に回っております。試合は第2ラウンド早くも1分を経過しております。左のアッパーを突き上げた、これは空振り。挑戦者パヤオ、前世界チャンピオン渡辺君はこれでいいと思いますよね、はい、それで相手のパンチを外すわけですよね、はい、外してそこで打ち始めるというのが、まあ僕は先方じゃないかと思うんですけれどもね。前回も渡辺の方はパヤオに打たせて打たせて疲れさせて、足を止めた、 そうですね、そして自分の距離に持ち込んだという経緯がありますがね、はい、今日は逆にですね、はい、外すって言っても足で外さないでね、ええ、体で外してその自分が打てる範囲以内にいるってことですよね、ええ、パンチが当たるところにいないといけないですからね。世界戦10回目のチャンピオンの渡辺二郎、一方の挑戦者のパヤオはこれが世界戦は4回目であります。試合は第2ラウンド、まもなく2分を経過しようというところ。パヤオも今夜はそれほどフットワークを使いません。あるいは前回のスタミナ配分の失敗で今回は後半勝負という動きでありましょうか。パヤオが出ます。ワンツー、しかしこれは空振り、渡辺がうまくブロックします。どうでしょうか原田さん、パヤオに力みはありませんか、ちょっとそういう感じを受けますね、はい、でまあいざゴング鳴ってみたら渡辺君の方のがリラックスしているような感じがしますね、はい、左のストレート、渡辺パヤオが返しました。しかしこれはブロック、チャンピオンの渡辺であります。非常に至近距離での戦い、どちらもパンチを出せば当たる距離、ボディブローを打ちました。パヤオ一発、右のストレート、パヤオ、あっ、チャンピオンの渡辺、パヤオの右当たりました。第2ラウンドチャンピオンの渡辺はちょっとグラッフしました。ボディブロー、渡辺のボディブロー、思い切って返したパヤオのパンチは空振り。第2ラウンド早くも打ち合いになりそうな気配、あっと渡辺空振り、ここでゴング、ここでゴングであります。第2ラウンドちょっと渡辺がグラッとしましたが、このラウンド小林さんは10対9でパヤオが取っております。原田さんも10対9でパヤオが取っております。さてそれでは前のラウンドのパヤオの攻撃をちょっとご覧いただきましょう。渡辺がちょっとガクッとしました。あー、この右ですね、フック気味のパンチを打ちましたパヤオ。第3ラウンドであります。いや、第1ラウンド第2ラウンド、まさに再戦にふさわしい緊迫した試合運びであります両選手でありますが、さてコーナーの方はどうでしょうか。まず赤コーナー、チャンピオンコーナーの芦田さん、はい、吉井会長はね、2ラウンドの途中に、あるいは口の中が乾くんでしょうか、氷を一かけ口の中に入れました。で今第2ラウンド終わって帰ってきた渡辺に聞いてみましてもね、先ほどのダメージは全くないと、でまずまずのスタートではないですかというふうに言ってますね。さあ一方パヤオがどうでしょう、今井さん、はい、
左のジャブをうまく使えというアドバイスが飛んでます。それからあのフックをですね、返していけというこの2つのアドバイスですね。それからあの青コーナーの下ではですね、アダワン夫人がずっと見てましてすごい声援を送ってますよ。あ、そうですか。このパヤオは5月に結婚しましたが、そのアダワン夫人23歳、突然マネージャーのソンポップさんがおととい日本に連れてまいり